内勤のジョーです。はい、っていうことでね、今緊急で動画の方を回しているんですけど、今ね、秋の交通安全運動がね、行われているのを皆さんご存知でしょうか。まあ、その一環なのか、まあ、その一環なんでしょうね。こういったものが開催されているんです。トミカプラレール交通安全フェア。期間の方が9月16日から10月2日までということで、まあ、これ何っていう話なんだけど、これね、まあ、イオンさんだけなのかな。まあ、ちょっとジョーはね、イオンさんの方でキャンペーンの方に参加してきましたが、交通安全と関係があるのかないのかはさておき、お得に購入できるキャンペーン、フェアの方がね、開催されてるんだよね。うん。で、さらにっていうところで、お得だけじゃなくてね、行くとね、無料で、無料配布って言えばいいのかな、無料でもらえるものがあって、9月16日、もうすでに始まっているんだけど、9月16日からは、トミカの免許証。で、さらに、本日9月23日、9月23日からは、プラレールの定期券。こちらが、もらえるんです。はい。あとはね、ちょっとお金はかかっちゃうんだけど、トミカプラレール関連商品を1000円以上購入することで、トミカの警察手帳。あとはね、まあ、クーポンとかでね、安く購入できるものとかももちろんあるし、で、もらえるものも、もらえるものをね、ピックアップすると、テコロでチャージ。テコロでチャージを購入すると、エコ曲線レール。これがね、もらえるんです。うん。今ね、紹介したものすべて、数に限りがあるものばかりなので、だからこそね、今早く伝えようと思って動画回してるんだよね。うん。で、実物の方もお見せしたいなということで、もう急いでね、我が子を引き連れてイオンさんの方に行ってきました。交通安全フェアの方に行ってきました。で、はい、実物でございます。こちらが、トミカの免許証。9月16日から配布のトミカの免許証。こういうのいいよね。まあ、ちなみにね、これ大人はもらえないのかな、まあ、お子さんが対象だと思うんだけど、トミカが好きな人が有効になっています。で、免許の条件等っていうことで、1、信号を守ります。2、右左を確かめます。3、横断歩道を渡ります。うん。そうだね。これ全部守らなくちゃいけないことだね。うん。そして、発行の方がね、イオントミカコーナーってなってるから、やっぱこのキャンペーン自体は、イオンさんのね、おもちゃコーナー、玩具売り場で行われているもので確定だと思います。種類良い子、トミカ大好きということで、まあね、注意点としては、下の方にありますが、この免許証で、実際の乗り物は運転できませんということで、まあ、そこら辺ね、当たり前ですが、注意してください。はい。で、裏面の方が、トミカプラレール交通安全フェア。イオンスタイルオンライントミカショップはこちら。うん。あ、やっぱそうだね。これ、イオンさんだけの開催っぽいです。はい。だからね、イオンに急げということで、続いてはこちら。これが、9月23日から配布の、プラレールイオン定期券。イオンからお家までの定期券で、2023年3月31日までの有効期限となっております。いいね。パスケースにね、入れておきたくなっちゃうところですが、うっかり間違って使ったら大変なことになるからね。まあ、そこら辺、これもね、注意が必要ですが。まあ、そんな感じでね、裏面にはクロスライナー、プラレールベストセレクションセットでおなじみのクロスライナーの方がね、このようにデザインされています。ってことでね、今紹介した2つが無料で、いただけるもの。なんですが、次がね、トミカプラレール関連商品、1000円以上を購入するともらえるもの。はい、こちら、トミカ警察手帳。これね、なかなかリアルな感じで、金ピカな感じもめちゃくちゃかっこいいし、ね、トミカ警察、交通安全フェア、トミカポリス、みたいな感じでね、デザインされてるんだけど、作りの方もかなりしっかりしていて、まあね、内側の方はこんな感じになってます。うん。で、ここがね、きっとこう、何か写真とか入れる感じになってると思うんだけど、サイズ感的にはね、写真っていうより、エルバンの写真っていうよりは、チェキとかがちょうど良さそうな感じに見えます。はい。これトミカファンには嬉しいよね、かなり。まあ大人のトミカファンだとね、こういうの自作しちゃいたくなるところだけど、お子さんはね、これ本当に嬉しいと思う。ぜひ、これ1000円以上購入するともらえるトミカ警察手帳でございます。そして、これはね、何円以上っていうより、これがね、テコロでチャージ。この関連商品を購入するともらえるもの。それがね、こちら。エコ曲線レール。これがなかなかお得っていうか、このね、エコ曲線レール、普通に売ってるんだよね。価格の方が500円しないくらい。450円前後だったと思う。そのくらいでね、購入できるもので、決して非売品じゃないんだよね。だからお得っていう。ね。だってプラレール買ったらさ、レールがついてくるんだよ。めちゃくちゃお得じゃない？うん。これもね、おすすめです。テコロでチャージまだ持っていない方、かなりおすすめです。まあ最近出たもので言うとね、ドクターイエローと、いいな、京新幹線輝きかな。この二つもね、発売したりなんかして、すごくね、クリアがかっこいい。そして電池いらずのね、プラレールになっているので、後でレビューしたいと思います。はい、そんな感じでね、まあこれがね、いただけるもの。一覧になるんですけど、ほんとその他にもクーポンで安く購入できるものとか、あとはね、10月、何日だったかな。やばいね、予約もしてないんだけど。シンカリオン Z-N700S カモメとか。まあね、そこら辺を予約すると、いろいろ特典がついたりとか、もうほんとね、いろいろあるみたいです。あれこれ言ったかな？トミカをね、
トミカ3つかな ?3 つ購入すると、確かナンバー1から120か。までね、よりどり3個で909円で購入できたり、あとロングトミカだね。これも確か2個で1180円だったかなくらいでね、購入できたりとか、ほんとね、いろいろやってるので、ぜひ皆さんも行ってみてください。うん。まあ、これは別に案件でも何でもないんだけど、トミカプラレールファンとしてね、皆さんと一緒に共有したかったので、動画にしてみました。で、とにもかくにも、今ね、実物を紹介したものに関しては、数に限りがあります。欲しい方、この動画を見終わったら、公開されるのが何時になるんだろうな。まあ、翌日でもね、朝一にイオンに行ってみてください。イオンのおもちゃ売り場のね、おもちゃ売り場に行って、カウンターの方で聞いてみてください。あ、そしてね、子供対象とは書いてはいなかったんだけど、きっと、お子さん対象だと思います。大人のトミカプラレールファンの皆さんは、お子さん、自分のね、お子さん、もしくは、親戚のお子さんを引き連れて、ね、もらいに行った方が確かかと思います。今日はね、ほんと、我が子がいてよかったなと、思ったりなんかしてるんだけどね。まあ、そんな感じでね、みんなが無事ゲットできることを祈っております。といった感じでね、簡単にではありますが、緊急で、こんなね、動画を作ってみましたが、いかがでしたでしょうか。といった感じで、バイキンの城のチャンネルでは、鉄道関連のグッズや小物、お土産、そしてプラレール、シンカリオンなど、小さなお友達から大きなお友達まで、家族で楽しむことができる動画をたくさん公開しているので、よかったらチャンネル登録をして、他の動画もチェックしていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。